すらる身をまもわず誓いてし、もうけなす浮世の民に大かな。同好会1年目の時には団体戦に出ることもできなくて、で2年目で出た時には、まあ、1試合も勝てないっていうこともあり、で今年は団体戦を組んで試合を無事できてどんどん勝てていくっていうことが本当に嬉しくて、今年1年生がたくさん入っているので来年度、再来年度とさらに強いチームになるのではないかなと。カルタは暗記をするっていうことが必要になっていくので、何かこう覚えるとかっていうことに関してもとても勉強などのためになっているのではないかなというふうに考えています。相手の右の下段の一字決まりを抜き切ったこと、右の自分の陣の右の左、うん、右の下段一番下の段で、うん、はい、のそこに大体一字とかを置いてる人が多くて、はい、そこを抜いた時は嬉しいです。耳は大事にしてます。本当にヘッドホンは本当にイヤホンとか聞かないで、本当にゲームセンターとか本当に音の大きいところとかは行っていかないです。先輩と一緒に頑張ってきて、で今年初めて本当に出て嬉しい。声を掛け合ったりとかして協力して、まずは一勝ずつしていきたいなと。